こんにちは、この間ですね IBF のミニクイタイトルマッチで重岡選手と、戦ったチャンピオンの、パラダレスが負傷というところで、でその代わりに、暫定戦が設けられると。でそれが重岡選手と、元 IBF のチャンピオンで現在、同級3位のデンマーク、クワルト選手が、激突と。でまあその勝者と、まあ、王座統一っていうところになると思うんですけど、まあ後味はあんま良くないですよね。うん、まあこの間の件があってっていうところで、うん、それが3ラウンドの無効試合、うん、そのバッティングによってもう続行不可能っていうふうにチャンピオン側がアピールして、で試合続行不可能になってしまって、うん、でまあこのようなね形になってしまったんですけど、もうこればかりはねちょっとダメージがあるないはもう暗黙の了解じゃないけど、本人のねあれになっちゃうし、うん、で本当にやばいのに、いや試合続行できるだろうって言って、でやった際にね、この間のちょっとね名前あれあげちょっと申し訳ないですけど、まあ、ファインデスみたいに亡くなっちゃうみたいな、うん、ボクシングの試合がやったせいでっていうか、うん、そのね本当にやばいのに試合続行されてみたいなね、そういう取り返しのつかないことになっちゃうのはあれだし、うん、そこの何ですかね、さじ加減っていうか、うん、そこが我々のその信用のもとで成り立ってるところだと思うんですけど、うん、でもやっぱりちょっとねその中でも、うん、今回はやれたでしょうっていうダメージは重岡選手の方があったんじゃないのっていう風に見てた人がやっぱ多数で、でそこでこのような、ね、感じでまた負傷って出ると、またかよみたいな、ほらなみたいな感じに なってるっていうとこですよね。でまあその話はあれなんですけど、その暫定戦の話で重岡選手と戦うその同級3位の本当 IBF のチャンピオンの、レネマーク・クワルト選手っていうのが、現在戦績が26戦21勝、12KO3 敗2分けの、キャリアで、この選手がそのパラダレスと、IBF のタイトルマッチで、2対1の判定負けを喫してその王座から陥落してしまったと。いうところなので、ちょっとこの三角関係みたいになってますよね、うん、そのパラダレス重岡選手、その元チャンピオンのクワルト選手っていうところで、まあ お互いにその関係性のあるような構図ですよ、ね、で、うん、まあこれに勝ったら王座統一だと思うんですけど、まあ、この選手もね、まあパラダレスと2対1っていうところなんでね、うん、侮れないと思うし、うん、まあ実際ああなってしまったけど、パラダレスも決して弱い選手じゃないのでね、うん、まあ今後ねどうなるのかあれですけど、まあ普通に重岡選手が勝つとは思いますけど、うん、まあパラダレスと再戦してても重岡選手が普通に勝ってたと思うし、うん、で今回暫定戦が設けられましたけど、このクワルト選手にも普通に勝つかなとは思います。はい、っていうところで、予定されてた、その再戦っていうのが、まあ、負傷でできないと。なので、暫定戦が設けられて、同級3位で、元 IBF の、チャンピオンの、クワルト選手と、暫定王座決定戦に、重岡選手が臨むというところの動画でした。はい、皆さんぜひコメントございましたら、どちらかお聞かせください。以上です。